せーの、トバラビースです。はい、今日はですね、はい、お久しぶりに買い放題をしていきたいと思います。神やん、天国やん。事前にやっぱ商品が家に届くとかもあるから、うん、事前に制限時間10分間で9点の商品を買い放題させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまに。9点は、なんか今日から11月27日まで、なんかメガ割を実施中。うん、で、メガ割セール中は、セール価格プラス 20% のクーポンでさらにお得に欲しいものがゲットできるチャンス。え、でも、もともと普通に安いのに。そう。すごいセールじゃん。動画の最後にも、はい、情報をたくさん。お知らせできればと思いますので、ね、ぜひ見てくださいませ。じゃあ早速なんですけれども、私たちが事前に買っといた商品届きましたので、はい、そちらを紹介していきたいと思います。リアルに10分間しか買ってへんから。そう、でも私10分やったらめちゃめちゃ作業できたと。あんたはなんか効率よく欲しいものを接触か、なんかもともとさ、女の子ってさ、ね、メイク見てるやん、うん、もう常にな、欲しいものこうやって行き当たりばったり人事をこうやって見て、あ、うん、これやっていうものを直感で。10分割と短いよね。楽しみ、配信やん、うん、じゃあ購入品を紹介していきますね。はい、じゃだーん、こちらですね、10分間で私たちが買ったものなんですけど、ちょっとすごい差があるというか、こちらえぐいって、これ10分間でこれやよ。私のものがこちら。あんた絶対10分加算したやんか。いや、加算してないよ、あんた一緒にやったやろ。ちょっと多分、待って、これマジです、はいはい、マジですさして、マジですさして、はい、多分自分10分間っていうので結構割と10分間をこう冷静に使わず焦って、うん、焦って買ってたと思うから、あ、なんかあれか、全然頼めてない。嘘、私逆に目について欲しいと思ったら全部カートで入れる勢いでやったから、自分でも逆にこんな頼んでると思ってなかった。マジ、あれ、あれってなってる。俺こんな、俺、携帯、俺、ラクラクフォンにしようかな。なんで？携帯の操作ミス。まぁ、ちょっと紹介していきましょうか。そうね。じゃあ、ね、早速、紹介していきましょう。はい、いきましょう。じゃあ、まず、こちらです。じゃじゃん、こちらがですね、はい、フォアクリーンブラックヘッドスティック。マモンドさんのやつでね、購入したんですけど、これはなんか鼻周りとか、ここね、はいはい、僕ね、こう見えてここガチャガチャやから、そういうところをこうね、毛穴を埋めるみたいな。そうなのよ、毛穴を埋めて、いい、その上のファクッションファンデとか、ファンデーションの、うん、ノリを良くするっていう。めちゃくちゃね、口コミも良かったから、ちょっとこちらにさせてもらって。やっぱでも口コミって大事よな。めっちゃ、私めっちゃみんな口コミが、それはそう、うん、で、次がこちらヘラの HD パーフェクトパウダー2号ですね。色味が2号のものなんですけれども、これパウダーです。こんな感じのヘラのパウダーです。見えますか、こちらになります。いい、これはメイクの上から塗るってことやな。そうね、あ、いいじゃん。そう、仕上げのおしゃん。で、続いてもこちらヘラですね。また UV ミストクッションカバー C21 バニラカバーっていうね、これクッションファンデですね。ヘラのクッションファンデちょっと気になってた。あ、そうなの、うん、かわいい。でもそう、でも色味が使えればいいんですけど、すごいライトでめっちゃ光ってるわ。ピカやんの、めちゃくちゃすごい、楽しみ、ヘラ。はい、で、続いてこちら VT コスメティックスからシカデイリースージングマスクですね。なんか鎮静がすごい、こう鎮静イメージある。確かに、そう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 、抑えてくれるというか、すぐヒリヒリじゃないけど、そう、鎮静してくれるからっていう。開けれる？ちょっとつぶさないね。こういうの苦手なんですよね。しっかり開ける。これ昔から苦手なの。開け方き、いや、やば、あんた開け方汚い、開け方つまんでマスクっていう感じですね。かわいい。ちょっと見た目にやられたっていうのもあったけど、ちょっと歯科成分は素敵ですよ。で、続いてがですね、こちら、はい、ネイチャーリパブリックのね、グリーンダーママイルド歯科セラムカバークッション。長い、すごい。そうなのよ。01番のライトベージュと02番のナチュラルベージュで、マスクの下でも崩れないよっていう感じのものだったらしくて、こんな感じの色味が2つ。クッションファンデ、クッションファンデ。いいやん。あげみ。クッションファンデ系多ない。クッションファンデ好きやね、俺。あ、そうなんや。よれない、よれるって言うけど、みんな。うん、すごいフィットが一番する。ツヤ感出しやすいから、クッションファンデ。めっちゃいいやん。好き。今、これ、目代わりでね、安くなる商品ではございますので、あ、いい、皆さん、そう、チェックしてみてください。今だけやで。続いて、ドゥドゥン。こちらですね。ネイチャーリパブリックから、ビタペア C シリーズ、セラムスペシャル企画セット。へー。こちらのチューブプラスと一緒にこれ。入ってる、セラム。そう、入ってる。中身が、これ。おー。これは美容液。あ、これめっちゃ有名なやつやん。あんな。うん、
めっちゃ肌にいいっていう。そうなのよ。でこのプラスで、そうこのビタミン C を補ってくれるらしくて。いいじゃん、おしゃじゃん、可愛いじゃん。入ってるね。適当だよね。思ってるよ本当に。本当に濃厚なセットになっております。はい。はい。で続いて最後。はい。こちらクリオからメルティングシアーリップ03タンジェリンドリームっていう色味なんですけれども、難しい名前。やっぱオレンジっぽい僕リップ欲しかったから。なんか男の韓国の男のアイドルの人たちが、はい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 、人がモデルやってた。うん、あそうなんや。それで買った全然。あらじゃあモデルになりたいな。すみませんアイドル韓国アイドルになさしてもろて。邪魔じゃない。こちらです。はいこんな感じです。よろしくお願いします。じゃあ続いて私の紹介させていただいたケラルさん。みんな絶対こっちしか興味ないやんか。はそんな知らんよ。あんたのやつジンジン何買ってるんかなって思う人いっぱいおるから。絶対おらんやんか。多分おらへん。本当に。私がまず買ったやついきますね。ダダーン。これはソルファスの奥4パックっていうやつなんですけど、ソルファスのシリーズめっちゃなんかで、ね、気になってたんですずっと。でちょっとお高めなのね。でもあの今の期間やったら目代わりで安くなってるから素敵やん。そういう気に買ってみようっていうね。そういうのも大事。続いてジンジンも買ってたけど、こちらダダン、ヘラのマジックスターター2号のラベンダーの色ですね。でこれはシンプルにあのカラーコントロール、これもなんかで私韓国旅行とかずっと前に行った時とかもうすごいやっぱ並んでんのよ、いっぱい薬局の中とかにヘラとかもいろいろね、うん、それでずっと気になってて、あの手出さへんかったからヘラ初めて買ったかも、これで。はい、買いました。続いてこちらですね、ダダン、ラネージュのリップスリーピングマスクベリーですね。でこれはリップスリーピングマスクって言ってるのであって、あのそう唇のパックみたいな感じなんですよ。いいの？そうめっちゃいい。これめっちゃいいの。なんかね、こういう中身トゥルントゥルンやねんけど、これリップに塗るとプルプルになるよっていう。だからこれからもさ、なんかさ乾燥するやん冬とか。やっぱ乙女のね唇はプルプルじゃないと。いっぱいキスするもんね。気まずい。続いてこちらダダーン。はい、同じですね、ラネージュの、うん、あのこれはネオクッションの21の N ですね。でこれクッションファンで私あんま好きじゃなくて、うん、実を言うとね、うん、なんかこれめっちゃ口コミ良くて、なんかほんまになんかよれへんし、よれたとしても綺麗なよれ方っていうのを書いてて、うん、それですごい気になって買ってみようというので買ってみました。でコンパクトだしなんか入れ物も可愛い、確かに買ってみたよんっていう。続いてもまたラネージュですね、グロウィーメイクアップセラム。私さメイクする前にあのやっぱみんなさ、うん、スキンケアするやん、うん、でその時っていつも多分夜使うやつとか使ったりするやん、自分の好きなやつとかもあるけど、うん、でこれはメイクアップ前に塗る専用のセラムなの。だからメイクの色を良くしてくれるみたいな感じで、あの買い取って、ほんまにそれは求めてたものやったらから自分が、だから買ってみたよっていう。続いてこちらですね、プリメラのクレンジングウォーターなんですけど、クレンジングウォーターが流行ってるから私も買ってみようと思って、でプリメラはあのすごい普段使ってるんですよ私、そこのクレンジングウォーターやから気になったのでシンプルに買ってみましたっていうお話です。そのパックのやつみんな使ってほしい、今ないけど。続いてラネージュのラディアンシークリームっていう、これクリームなんですけど、これはラネージュの中でもすごい有名、多分ラネージュイコールこのクリームみたいなぐらいなんかこう保湿力がすごくて、これ1個でめっちゃいいみたいな。で1回使ったらリピートする人がめっちゃおるっていうのを聞いてたから、そうだから私も気になって買ってみようと思って、最近ほんまに肌荒れ悩んでるからさ、だから肌荒れをすぐ改善できるもので揃えたかも割と。はい、こちら続いてダダン、ヘラのエアリーパウダープライマーっていうやつなんですけど、これはパウダーなんですよ。中こういう感じになってんねんけど、これ何かっていうとファンデーションじゃないの、じゃなくてメイク下地やね、下地をパウダーでできんねん。だからパウダー1個これだけを塗ると、もうこれ1個で化粧下地完了って。上からじゃないの、ね、下に塗るパウダー新しいと思って買ってみた。油をこうあれなんかな、落ち着かせると油分なんかな、多分そういうのでメイク崩れを多分防止するんやと思う。でめっちゃ気になるわと思って買ってみました。めっちゃ良くない？続いてはほんまにこの木に気になってるやったら買った方がいいよっていう商品、あの目代わりの時に手出せよっていうマジでおすすめの商品があるんだけど、メイクオンのスキンライトセラピー2っていうやつなんですけど、これ何やと思いますか、ジンジンさん。なんかふわーって蒸気が出てくる。あ、当てんのやめてもらっていい？あの蒸気は出えへんねんけど、うん、そっち系やねんか。ダダーン、あ来た。韓国ですごい話題の美顔器なんですけど、これ買ってよかったの？そう、これダダン、えいいの？そう
うん、え、これ見た？ジンジこれ見た？そう、これ、え、待って、これ見たんだけど。なんでか？え、バリ高ないこれ。2万とかしてるの？めっちゃ高いで、めっちゃ高かったこれ。はぁ、こうやってやるだけでスキンケアをあのコーナーに促してくれるというか、自分の肌に近づ、うん、あの浸透させてくれるっていう機械なんですよ。下地の時にするってこと？いや、あのスキンケアの段階で、そう、段階でできるやつやねんけど、でこれめっちゃ気になってて、この木にあの、え、あるやんと思って、もうカートにもう見た瞬間入れましたね。ありがとうね。また何？何？バレた。続いてクリオやねんけど、クリオってメイク系のイメージあるやんか。うん、確かにクッション。でもあのメイクじゃなくて、今回これクリオの、うん、あのヘアミストみたいな感じで買った。髪の毛なんよ。そう。でこれがウルトラプロテインノーウォッシュアンプルトリートメントっていう髪の毛のトリートメントなんですけど、うん、あのこれ一本でほんまに髪の毛を潤い与えてくれるみたいな感じで、髪の毛ほんまに悩んでるからさ私、うん。もう切れまくりだ。悩んでるよね。やば、切れてんの、ね、これ。切ってるんじゃないの、ね、これ切れてんの。じゃあ続いて、はい、ダダーン、こちら。これもクリオのダーマトリーハイポアラージェニックシカレスキューガーゼパッド。なっけ。え、これジンジン愛用させてもらってます。あ、ほんま。愛用してるこれ。毛穴の汚れとかを取ってくれるパッドなんですけど、まあ、成分が入った一枚のガーゼみたいな、なんか紙みたいなのが入っとって、それをこう毛穴を拭いたりとか、うん、それでパックしたりとかするやつなんですけど、っていうのでこれを買わせていただきました。朝の洗顔にやってるジンジン。あ、いいね。そう、朝起きた時とか、それこそだから、あのさ、耳の裏ってさ、洗い忘れへん。その洗、ちゃんと洗うけど、けどなんか汚れ気になるやん。私耳とかもめっちゃ気になるのね。うん、だからこういうので拭いたりしてる私は。耳も同時に。ミント行ってす、あんた。来たと。はい、続いてこちらですね。クリオのプロアイパレット08番イントゥーレースというやつなんですけれども、クリオのプロアイパレットの新作でございます。新作の茶色、茶色とかさあんまなかったんよ、このプロアイパレットって、うん、オレンジ、ピンク、なんか赤系に特化したやつとかが多かったんやけど、もうザ茶系のパレット、めっちゃ可愛くない？これもう見つけた瞬間一番初めにあれ入れた、カートに。マジで可愛い。下のラメもめっちゃいいし。じゃあ続いて、ダダン、こちら、ネイチャーリパブリックビタペアシートナー、まあ、化粧水の企画セットで、あのトナーパッド付きで、あとこれグリーンダーマシカセラムスペシャルセットが付いてくるっていう。めちゃめちゃお得ちゃう。めっちゃいい。のトナーっていう化粧水ですね。でトナーっていう化粧水ですね。ああ、まあトナーイコール化粧水みたいな感じやんか。これパッド付きやけど、普通やったら、うん、あの浸ってるんよ、もともと。けど多分これカピカピやから、これをこの中に入れて浸らしてから使ってくださいっていうやつね。え、めっちゃ良くない？確かに。これ半分だから、半分多分ここに入れて、そう、ね、半分は多分何かしらのコットンでね。あ、すごいいいじゃん。いい、ね、え、なんか楽しそう。今日の企画楽しんでる。めちゃめちゃ楽しい。いや、何これ、コースみたいな、違う、え、何なんやろこれ。グリーンダーママイルドマスク、マスクやって、これスリーピングマスクやって、スリーピングマスクがついてきました。ウレピス、ありがとうございます。で続いてラストが、はい、ね、これリップ買ったんですけど、マーシーのリップを買いました。ダダーン、こちらオーロラデュイティントの DT10 番シナモングレイズと DT の11番のバーントシェンナを買わせていただいたんですけど、これはね、もう見た瞬間に、あ、もう私の色やと思ったので買いました。え、でもほんまにな、色かわいいな、こういう色と、まあなんかちょっと茶色っぽいオレンジっぽい色と、まあ、これもほらドス黒系の、言い方な、めっちゃ可愛い、ドス黒い魔女系に鮮やかな、ちょっとなんか表現しておしゃじゃない。はい、ということで、はい、になります。やっぱな、こうやって買い放題していいよって言われた時は、うん、遠慮せずにポンサカポンサカ買ったもん勝ちなんよ。本当に遠慮。いや、もう俺めちゃくちゃいい人やん。ちゃいい人じゃなくて、ただのアホな人で、あの、うん、今回なんですけど、うん、年に4回しかない Q10 の、うん、あのビッグセールがね、11月の18日から11月27日までの10日間限定で。10日？そう、10日しかないよ。え、4年に1度のオリンピックレベルのものが。じゃあ、あの4年に1回じゃない、年に4回あるから、これ。あ、そう、4年じゃない。それ言っちゃったらなんかあるみたいに聞こえるやんか、じゃなくて。4年に。で、なんか、目代わりセール中は、セール価格プラス発行される 20% クーポンで、うん、さらにお安くゲットできるし、まあこれ初めにも言ってんけど、うんうん、そう。あと、プラス、なんと、LINE Pay やって、LINE Pay の決済やったら、なんとここからさらに 5% も安くなるみたいな。え、 5？ やばくない？え、だってさ、さらに安くなって、そうね、もう安くなってるのに、ただでさえ 5% 破綻するけど大丈夫？なんか、いや、ほんまにえぐ。あと、あの、ほんまにこれは心して聞いてほしい。これは自分でも
はってなるぐらいお得すぎる情報やから。そしてさらにこの動画の、まあ、この動画ねの概要欄にあの貼ってるリンクから商品を購入した人限定で300名様にあのメガ割期間中のお買い物分全額キャッシュバックキャンペーンを実施。だから実質タダです。300名の方買ったやつめっちゃよない？え、ただやで。だから300名の私たちもね、戦いにこうちゃんと参戦しようっていうことで。話聞いてる？大丈夫そう？大丈夫です、ごめんなさい、うん、やってるよね、もうあのリンクやってます、もうこの人すいません早くして、これ携帯取り上げとくからあの300名、299人になる前に早く言わせて。だってほんまにえぐいもんだって。もう俺金欠やから今月。やめてあんた、あんたのアプリなんから急転消してやるから。ごめんなさい、ほんまに質問題関わってんねん。もっとこちらへん欲しいものがあるから、ほんまにすいません、買い直すねん、私は。ありがとう、ね、なんでそうなんで逆に俺にお恵みを与えるやん、ほんまに。なんでということで、あのやめてそうやって。